アムスターン。ここら辺の表現がすごく上級、母音で発音するのでアンがつくんですよね。そこも合ってる。 Thank you Yuta of number I for loving it's my life ということで、綺麗。結構 R が綺麗だと思うんですよね、岸君は。だからアクセントになってていいなと思う。ハーフバナナってのは比喩表現であるんですけど、アイスウォーターの発音がめっちゃいい。はい、ということで Welcome back to my channel コニーです。トナリブリオイターモーションデザイナーしてるクリエイターです。ということで今日ですね、岸優太大先生がなんとあのレジェンドボンジョビさんに見つかるということで、ちょっと解説をしていきたいんですけど、岸優太さんの英語シリーズ、こちら第2弾となりますので、岸くんが以前料理を英語で解説するやつと、あとバナナ、岸くんがプロデュースしたバナナ Take It Lazy の歌い出しのところ、ちょっとね英語を見つつ発音が良すぎるっていうお話と解説を入れて見ていきたいと思います。岸くんシリーズ第2弾ということで、岸くんの英語もっと見てほしいよという方、ぜひ高評価とチャンネル登録も忘れなくお願いします。今日先ほど何があったのかというと、本日の、29日11時35分にですね、岸優太さん英語でツイートをします。で、昨日 X の方でかなりツイートをしてて見てたんですけど、昨日ですね、ボンジョビさんの方からなんとコメントをいただき、それに対する返信なんですね。で、テレビ番組の方でカウントダウン TV の方で、沼曲的な感じで沼ってる曲みたいなご紹介があって、そこで岸くんがボンジョビさんをねチョイス選んだわけですよね。で、その時の投稿がこちらなんですけど、ボンジョビジャパンの方がまず最初にTBS で放送中のカウントダウン TV ライブライブにて、岸さん、ナンバーの岸さんがボンジョビの、It's My Life をご自身の沼ソングとしてご紹介してくださいました。ありがとうございますということで。で、まあ、アーティスト、海外アーティスト、アリアナ・グランデとかもそうですけど、リュアリパとかもの日本版のアカウントってオフィシャルがあるんですけど、いわゆるそういうものですね、ボンジョビジャパンの方でこちらの投稿があって、それを見て、まあ、X での反響すごいから、ナンバーのメンバー。それを見たボンジョビさんが、Thank you, Yuta of number I for loving It's My Life ということで、僕の It's My Life という曲を愛してくれて、ありがとう、ナンバーのユータ君という感じで、本人にまず見つかってたのもすごいんですよね、改めて。で、まあ、このジャパンのアカウントをボンジョビさんも見てるんだなと思って感動でした。で、それに対して岸君が、ここがすごいんですよ、文章が。めちゃくちゃネイティブなんですよ。I'm stunned. What an honor ということで、ここですね、surprise とかじゃなくて、stunned っていう単語ですね。スタンっていうのは、スタニングって ING 系の単語が結構使うんですけど、もう本当唖然として、もう言葉が出ない、リアクションできないような状態、もうこんな感じ、あみたいな唖然とした状態で、も例文とかにもありますけど、 Stunned when I heard the tragic news って言って、まあ、なんかすごい悲惨なニュースを聞いて唖然としましたとか、すごい驚愕のニュース、驚きのニュースを聞いて呆然とする状態なんですよ。これをファーストのセンテンスで使ってきて、 Stunned ってさすがだなと。ここら辺の表現がすごく上級で、 What an honor、 なんという名誉ですね。で、ここ an になるのも重要で、 honor なんですよ。 h から始まるんですけど、母音の o で honor で始まるので、 an をつけなきゃいけないっていう文法もしっかりと合ってるし、 What a honor にじゃなくて What honor で、時間の hour の方もそうですね、 h で始まりますけど、母音で発音するので an がつくんですよね。そこも合ってる。ここでも完璧で、 I love your music so much、 ポンジョビさんの音楽すごく大好きです、愛してます、で Thank you っていう感じですね。で、これの前半も上級だし、文法もバッチし、さすがすぎますってところなんですね。で、岸くんの英語の発音がめちゃくちゃいいので、ちょっと今回ご紹介最初にしたいのは、以前のキンプリ時代の料理英語の前に、まバナナのね、セルフプロデュースしてるわけなんですよ、岸先生自らの歌い出しが、まかなり英語ヘビーな感じなので、ちょっとそこも紹介したいなと思いまして、見ていきますね。はい、ということで歌詞こちらになります。こちら見ていこうかなと思いますね。最初のファーストバースなんですけど、バース1ということで岸くんが歌い上げております。それではちょっと再生していきますね。はい、で、この曲ちょっと歌詞の全体の解説はしたんですけど、やっぱり焦らなくていいよっていうところもそうだし、でバナナを、まあ、シェアする、ハーフバナナっていうフレーズがあるんですけど、まあ、ハーフバナナっていうのはシェアして相手に対するこういう親密さとか愛情を表現する、まあ、フレーズで、比喩表現であるんですけど、そこら辺が入ってる。で、 Take it lazy っていうのは急がなくていいよっていうところですね。ゆっくり行こうよって。ここは岸くん。 Waking up to morning light
ここですね。めちゃくちゃ綺麗な発音。Waking up to the morning light。アメリカ発音ですけど、私イギリスに行ったんですけど、すごい綺麗な発音出てるし、L のところで morning light ってちゃんと発音し分けてる。綺麗な歌声。で、S のダブル S のところもすごい綺麗に出てるし、Sun's gentle kiss のところね。The world's so bright. 結構 R が綺麗だと思うんですよね、岸君はね。World's so bright. World's so bright. で、World's なんですけど、World is を省略した形で、ここもかなり発音難しいと思うんです。World's so でつながってますけど、そこも完璧。The world's so bright. The world's so bright. 動詞と S、次の S をとてもっていう層がつながってるんですけど、 world's so、 ここもリンキングしてるところも完璧で、 bright、 やっぱ R が結構すごい綺麗にパキッと出る方ですよねと思って、 so bright ね。で、ここの次の数字のね、岸君やっぱ既読無視っていうか未読無視かがらしいなと思って、ここの表現が99+99 めちゃくちゃ綺麗な高音だなと思ったんだけど、そうそうそう、ここも発音やばいよ。そうなんです、歌い出しがやっぱ英語でかなり重要な役割なんですけど、岸くん。でですね、 B メロのサビを岸くんが歌っているんですけど、ここも発音めちゃくちゃ綺麗なので、ちょっと見ていこうかなと思います。歌詞がこちらなんですけど、B メロのバナナのところですね、翔くんから岸くんにバトンタッチかなっていうところなんですけど、ここですね、 Take your lazy babe のところから英語かなりヘビーになってくるんですけど、発音ちょっと綺麗すぎますので見ていきますね。 Take your lazy babe. で、めちゃくちゃ声量あるしやばいんですけど、 take your lazy, take your lazy babe、だから急ぐ必要はないってまさにそうなんですけど、次のラインで lazy っていうのは怠惰なみたいな感じなんですけど、急がずにゆっくり行こうぜ的な感じで、 take it easy, take it easy っていうフレーズも結構よく使うんですけどね、ネイティブ。ゆっくり行こうぜって、あんまりシリアスにならずゆっくり行こうぜ、 take it easy。 こっち take it lazy はゆったりと行こうぜっていう感じですね、まさにね。ゆっくり行こうか、 take it lazy babe、 急ぐ必要はない、本当に綺麗。ここも結構オーラのところですね、こうアクセント入れてて、さすが Everything's gonna be alright のところですね。 R 結構しっかり出てくるからアクセントになってていいなと思ってて、で Everything のところの TH 発音、 Everything's gonna be alright、 Everything のところも綺麗だし、 Everything's gonna be alright、 やっぱ省略形 With the words so bright とか、is ですね、動詞の is をやっぱ省略して結構コンパクトに歌詞作ってきてる感じもするんです。これもなんかおしゃれだなと思って、まとまってる感じして、 everything is、 普通だったら is、 everything is gonna be alright、 everything is going to be alright なんだけど、これギュッてして動詞を everything につけて、 everything's で、 going to を、 going to be を、 gonna be ですね。で、 going to gonna って言ったりしますし、 want to を wanna って言ったり、trying to を try not って言ったりするんですけど、これも省略形で、まあ、ネイティブ結構よく使いますね、会話とかでね。そこも入ってきてて、プロデュースしてる岸くんさすがだなと思って。で、ここのバナナの発音がすごくね、いいんですよ。スパイス感あって。If we share the banana みたいな感じで取ってきてて、ここにアクセントを入れたかったと思うので、クォーテーションマークが入ってるから、あえて結構しっかりめにバナナをゆったりと発音。 Everything's gonna be alright、 right、 If we share the banana、 banana みたいな感じのニュアンスで取ってきて、すごくここです、強調されてるのがわかると思うんですけど、このバナナをもし僕たちがシェアすれば、で、まあ、英語で、まあ、sharing is caring って言ったりしますけど、シェアすることは、その他人をケアすること、気遣うことって言ったりしますけど、本当これ愛情表現の比喩表現として、でバナナをシェアすればっていうところですね。で、ここら辺比喩でバナナは、まあ、ちょっとお互いがこう負担とか責任とか背負ってるものがあるなら一緒にシェアして分かっちゃっていこうよみたいなところの比喩なんですけど、まあ愛情表現として使ってるわけなんですけど、ここもね、 I just wanna be with you
th もそうだし、 by your のところの your ですね、君のそばだからアクセントが your についてる感じ。All the time by your side, your めっちゃすごくアクセント、で君がそばにいたから I just wanna be with you、 君といたいし、ただ君といたいしのところので、 wanna も出てきましたね。でここの辺もプロデューサーの岸さんの英語のセンスかなと思って、 gonna、 going to を gonna で言ったり、 everything's gonna、 で I just want to be with you、 結構スッてダイレクトに伝えたいときはI just want to be with you も言ったりしますけど、まあ、ネガティブはもう I just wanna、 若いアーティストだし、まあ、20代でしょ、だからそういう意味で、まあ、英語の向こうの洋楽の歌詞も結構 wanna 出てくるんですけど、言いかけるときに、まあ、男女の関係で岸君ぐらいの年齢の人が言うときに I just wanna be with you っていう、 I just want to be with you もいいんだけど I just wanna be with you、 君と本当にいたいんだよねっていう感じで、さっていうニュアンスだと I just wanna になるのかなと思ったし、ここら辺もなんかコンセプトとか2人の関係、年齢とかを考えると I just wanna be with you なのかなと思って、 In this lazy love, easy crazy life, let's fight。 マジで綺麗なんだよね。で Lazy love ってのが出てくるんで、 Take it lazy の lazy ですね、ゆったりとしたみたいな、リラックスした感じですね。で By your side も言ったけど All the time、 All the time ですね、ずっと君と一緒にいたいみたいな、All the time をずっとだから、ここもアクセントで All the time time って言ってくる、発音してくる感じ、めちゃくちゃ感情乗っててフィーリング乗ってていいなと思いました。でここファルセットでレイジーのところ裏声で行くんだよ、で戻してくる感じ、めちゃくちゃ綺麗だなと思った。でここの歌詞もなんか In this lazy love、 このゆったりとしたレイジーな恋愛関係においてみたいなところですね。 In this で、ここ一番最後 I just wanna be with you で繋がってて、君とただ一緒にいたいんだ、君のそばにいつも、でここ繋がってて、ずっといつも四六時中で、ここ繋がってて In this lazy love、 そうだね、繋がってる感じかなと思いますけど、うん、まあ一回区切ってこのレイジーなラブにおいて、君とずっといたい、一緒にいたいんだ、でそれのちょっと広めに取った感じで、まあ、恋愛関係そのさらに拡張した感じで Easy Breezy Life、まあ、この Easy で、まあ、Breezy っていうのはあのそよ風が吹くとかもあるんですけど、軽快な陽気なみたいな感じですね。ほんと明るいバイブスがこの Easy Breezy で、で Easy Breezy Easy Peasy Lemon Squeezy っていう、なんか Easy をすごくあの引き伸ばした感じのことわざみたいのがあるんですけど、そんな感じで発音似てる単語2つ並べて、なんかこのなんだろう、発音のリピートしてる感じとかもすごくおしゃれですよね。 Easy Breezy っていう、ここも綺麗だよね。 An Easy Breezy Life で、まあ、そのさっき言ったレモンスクイージーのところもそうですけど、ここのワードをですね、でこちらなんですけど Easy Peasy Lemon Squeezy みたいな感じで、発音似てる単語をこうやって並べてね、ことわざみたいな感じで、まあこのフレーズに関しては、まあ、本当にアクティビティタスクとかやることがすんごくイージーでシンプルで遂行しやすい物事のことを言うんですけど、会話とかしてて、まあ、なんか Easy Peasy Lemon Squeezy みたいな感じでパパッと会話の中でなんかなんだろう、雰囲気的になんか言いたくなったりする時があるんですけどね、っていう中で発音するのは面白いしねっていうところで、でそんな感じもニュアンスもあるなと思って Easy Breezy は、そう歌詞もめちゃくちゃおしゃれっていうところですね。で Let's find our way new で、ここら辺が新しい僕たちの道を、まあ改めて anew っていう副詞使ってるんです。ここにアクセント入ってたかな。 All the time in this lazy loveLet's find our way。 ここの発音も結構つながって Our way are new、 Our way are new、 リンキングしてる Find our way new、 Our way new ですね。うん、めちゃくちゃ綺麗な発音ですね、素晴らしい。 Find our way new、 なんかなかなかこの副詞の new って形容詞で使うけど、 あをつけて anew ってすると副詞で改めてなんですけど、ここがめちゃくちゃちょっとセンスいいなと思ったね。僕たちの道をさ、道のりを、方法を二人で一緒に見つけてこうよって、急がなくてもいいから、
で、そこで何アニューなんだよね。今まで焦ってたけど、自分たちの方法で改めてみたいな感じで、改めて新しくっていう副詞がついて。で、our way っていうのは僕たちの道とか、僕たちの方法とかっていう意味ですけど、まあ、関係性を歌ってて、まあ、find our way っていうフレーズもさすがだなと思って、岸君ね。一緒に見つけてこうよっていう、二人のやり方を見つけてこうよで、anew っていうのはまあ新しくってところなんですけど、さすがだよね、ボーカル力に関して。で、これもう一個見たいのが、まあ、キンプリ時代の英語の、料理クッキング、イングリッシュクッキングってやつなんですけど、ここでちょっと岸君の単語力がやっぱりすごいなと思って、ちょっと解説しながら見ていきます。日本語禁止、イングリッシュクッキング。それ。ヤミー、ヤミーいただきました。いいね。ヤミー美味しい。うん、ヤミーでいますね。結構ね。アメリカの方が使うかなっていう感じですね。うん、delicious でもいいけど、結構カジュアルな感じ。ヤミー。So yummy とか言ったりしますね。さすが単語力がやばいなっていうところはあります。ヤミーと。Can you hear me? Do you understand?発音がさ、普通に自然とさらっと出てくるよね。フレーズがね。Do you know flower? これ翔くんか。Do you understand? なつかしい。Chop chop 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 c h o出てくるのがすごいね。この looks like potato cut. Looks like potato cut. Oh my god! Looks like Japanese skin. Usain Bolt ice water. Japanese white ice water の発音がめっちゃいい件についてね。Popeye like vegetable. Popeye like vegetable. Usain Bolt ice water. Japanese ice water. さすがですね。Ketchup. Shrimp. You need shrimp. The color is.Orange or red? What? ここら辺 color is orange or red? この時よりやっぱさ、バナナの発音綺麗になってるんで、だから絶対勉強してるし、上達してるし、すごいなと思って。そう、ここは完全に日本人なんだけど、やっぱ歌うボーカルになるとちゃんと、morning light とか、sun that was so bright のところ、R の発音がすごい綺麗になってる。Color is orange or red?これは L なんで、ピンキーフィンガーサイズ、ナイスイートサイズ。ここすごいのよ、ピンキーフィンガーサイズが出てくる。ピンキーフィンガーサイズ、フットフィンガー、ピンキーフィンガーサイズで、なんか指のお話なんだけど、小指は一応ピンキーっていうので、ね、そこがパッと出てきて単語力すごいなと思ったし、まあ、親指サムで、人差し指インデックスフィンガーで、中指ミドルフィンガーで、リングフィンガーとか言ったり、薬指ね。で、ピンキーなんですけど、小指。そこら辺パッと出てきて、さすがだなと思って。そう、なかなかね、日本教科書とかでもなかなかあんまり習わないところだから、さすがだなと思って。うん。フィンガーサイズ。ナイスイートサイズ。ワンマウスピックサイズ。開業で失敗。You can do it! カット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 。あリバースカンチボンボンボンさっさここボンボンボンって言ってたけど新曲ボンの伏線トカ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 トあー面白いねリバースカンチボンボンボンリバースカンチリバースパンチリバースボンボンボンさっさボンボンここから効果音になるんだねABCD B トイレ G トイレバイバイウォーター、ウォーターバイバイごま翔くん、まあこの時の時代はね、ちょっと天然キャラで売れてたってところもあるし、そこら辺もあったと思うんだけど、今考えると今の3人もなんか天然っていうよりか、なんか本当にちゃんとインタビューとかでもアメリカのザックさんショーでもすごいちゃんと答えてるし、翔くんも岸くんもと思って、バイバイごま、鍋しつけない、しの寿司、寿司岸有罪決定。悶絶する岸君。大丈夫大丈夫。Sorry, I made a mistake. Sorry, I made a mistake. I made a mistake. この辺はでもさすがで、I made a mistake. 間違えました。Sorry, I made a mistake. I made a mistake. Sorry, I made a mistake. I made a mistake. さすがって普通にナチュラルで素晴らしいと思うんだけど。It looks like Mike. Looks like Mike.
looks like がパッと出てくる岸くん、かっこいいねこれね。インセクトキャッチャー、パラシュート、マッシュルーム、イージーピザ、モーニングシェル、チューです。I believe you. I believe you. I believe you. 面白いねこれ。Take off, fish family. Take off. You made mistake.この辺から面白くなってるね。Child everyone don't like her. ちょっとこの時間帳ね、笑いありすぎて面白かったんです。まあ、全体を通してすごくエモさもありつつ力強さもあって、なんかアクセント入れるところだよね。なんか If we share the bed, na na のところとか。あと by your side ですね。by your side じゃなくて by your side の your のところアクセント入れたり、all the time, all the time みたいな、all the time か、time の time のところをちょっとアクセント入れてきたりとか、なんかさすがだ。ボーカルのスキルももちろんだけど、高音域がすごく綺麗で、英語でもちゃんと伝わる高音だよねと思って、声にしっかり厚みもあってと思って。でさすがすぎます岸大先生というところなんですけど、うまく伝わったら嬉しいです。他の2人もね、魅力いっぱいのボーカルで、ハスキーボイスの翔くんもそうですけど、ジンくんもすごくまっすぐな歌声で、やっぱこのコーラスの部分で一番なんか光ってたなと思って、発音がね、うん、でここゆったりとした曲だから、割とだから一番伝えたいメッセージ性は、急ぐ必要はないんだよと、 Take it lazy、 ゆっくり行こうよベイブなんだよね。でこのあのベイブのところも語りかけなきゃいけないから、ニュアンス難しいと思うんだけど、 Take a lazy babe っていう感じ。だからそこの語りかけのところもちゃんと、この力強いんだよね。 Babe, babe, take a lazy babe, take a lazy babe、 ちゃんと呼びかけてる感もなきゃいけないし、ベイブのところで、まあ、ベイビーなんですけど、ベイブっていうのはベイビーをベイブとかベイとか BAE で言ったりするんですけど、最近そのスイートハーツとか、まあ、ダーリンとか普通にいろいろありますけど、言い方は、だからベイブで言ったんですけど、ベイビーじゃなくてベイブにしたのもなんかおしゃれだし、力強さ、パワフルな感じもありながら、やっぱりリードしていく感じ、相手が相手に対して語りかけて、一緒に見つけて高揚感、リードできてる感の男性像も必要だし、ちゃんと引っ張っていけてる感も必要だから、この岸くんのちゃんとあのパワフルなボーカル、かつやっぱ感情も乗ってるところが、やっぱ英語にもちゃんと出ててよかったかな。必要はない、 Everything's gotta be alright。 やっぱさ、急いでもさ関係性ダメになっちゃうかもしれない、急がなくてもゆっくり行ってもダメな可能性もあるんだけど、そこで安心を与えるために全部うまくいくからフレーズがあって、 Everything's gonna be alright。 でまた alright のところもやっぱ重要だから、このワードにアクセント言って alright で強調してる感じで、その次にまあ比喩表現あって、 If we share the banana banana、まあ、banana でニュアンスで歌ってますけど、まあ、象徴、恋愛関係におけるこの象徴的な比喩表現としてバナナを使って、いろいろな二人の関係でのまあ苦悩とか負担とかプレッシャーとかいろいろあるかもしれないけど、それシェアしていこうよ的なところで、まあ、ハーフバナーナっていう表現は出てきますね、最初の方でね。まあ、2人がいろいろ分かち合っていく愛情表現のための比喩というところなんですけど、ここも出てきて、あ、バナナってこういうことなのねっていうところで、岸くんのプロデューサーセンスが光ってたなと。うん、でも I just wanna のところはやっぱ君とずっとにいたい、一緒にいたいんだっていうところ伝わってくるし、でまあここちょっと引いた感じで In this lazy love、 このレイジーなゆったりとした恋愛において、そしてあの Easy breezy life、 軽快な、まあ、Easy で軽快なこの人生においてねっていうところで、 Let's find our way anew、 僕たちだけのなんか方法、道のりを新しく見つけてこうよみたいなところで終わるんですけど、なんか全体すごく綺麗にまとまってて、メッセージ性も強くて、岸さんの温かみがすごく歌詞を通して歌声を通じてもパワフルさもあるんだけど、伝わってきたなっていう、ということで伝われば幸いです。面白いなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。岸くんシリーズ第2弾ということで英語の回をやってきました。岸くんの英語もっと見てほしいよという方、ぜひ高評価とチャンネル登録も忘れなくお願いします。次回の配信でまたお会いしましょう。バイバーイ。